こんにちは、ゆうです。バザーのお時間です。ちょっと一応おかしいね、これ。はい。今日無課金サーバーから芝居なんでやっていきたいと思います。はい。今日はね、ちょっと一回もうちょっと、ってどんなちょっとやねんって話なんですけど、ガチャね、ウルトラマンガチャ、始まった時僕意思ないのがデフォなんで結構。で、ウルトラマンガチャで、僕、その欲しいのがいて、メインアカウントめちゃくちゃ相性良くて、その、購入、確定分とか購入してないのに、3体持ってるキャラがいる。いつって、こう、3体持ってるキャラがいるんですけど、それがですね、まあ今日もログインスタンプ来てるタイミングなんで、まあどうせならね、ガチャ動画にしようかなと思って。こちらですね、こちらって、これ、全然あれ分からへんわ。こちらですね、はい。こちらです。はい。ウルトラオーブ、ウルトラマンオーブか。はい。オーブがね、めちゃくちゃ僕、なんか、知らんけど、メインアカウントめちゃくちゃ相性良くて、3体所持なんですよね。で、その僕、その、多色も好きやし、多色好きで、その、ルーレット上書きできるの、2ターンに1回ルーレット上書きできて、で、今回から自分の上限が解放されるというので、で、冬もついたし、で、LG もつきましたしね、はい。で、そちらで、なんかもう、すごく僕、ルーレットがあったら、ちょっと本番なんかもう、それだけでテンパるんで、気持ちが。で、欲しいのと、まあ、武器になっても、これめちゃくちゃ優秀なんですよね。はい。副属性控えにしつつ、で、十字と、チーム HP、ミスと HP、HP チャーはスキル1とで。それ、良い感じで、はい。今回はね、おかわり、ウルトラマンガチャ、はい。引いていきたいと思います。はい。僕、メールボックスなんか、毎回汚いっすね、なんか。はい。ここやって、はい。ウルトラマンガチャ、ログインスタンプも来ておりますね。はい。スタンプね。はい。今回はラストということで、10分の10。とうとう10分の10来ましたね。はい。3分の1の順々な感情じゃなくて、10分の20。やめてください。噛みすぎました。はい。それでは、公式6以上確定なんでね、ウルトラマン。これから出たらどうしようか。これから出ても全然ええんやけど、ええんやけどね。あ、ちょっと欲しかった、これ。ウルトラマンレグロスアーリースタイル。はい。アーリータイプね。はいはい。レグロスね。はいはい。これね、なんか僕武器でなんか使った覚えあるんですよね。これ。比列と三ターンヘイストで。はいはいはい。使った覚えがあるので、なんかランク上げたから、ちょっと忘れたんですけど、はい。使った覚えがあるので、で、副属性火にしつつで、列も、泥強もある、今回が追加されたんで、まあまあまあ、いいでしょう、これがね、スタンプでもらえるんやったら、はい。それではね、ユーザー情報、七夕アンケート、皆さん、答えられました。アンケート答えられた方、後日魔法石1個と、あとなんか忘れたんですけど、あと、全国 e スポーツ選手権エントリーはね、まあ、エントリーするだけならただなんで、はい。全然、冷やかしでもエントリーされて、ランキング男女参加されて、ね、まあ、一回だけでもね、クリアしてね、僕、ちょっと底上げしてください。それでは、ユーザー情報、購入歴、ライフ47個です。はい。そうだね。こちら7個あるんですけど、まあまあ、強欲にね、もう、大船がやったら、もう7個の方で行きましょう。母数が少ないね。さあ行きましょう。アーセット全部ダイヤやった。あ、これできたらもう、ウルトラオーブ来たら僕は、ストップしようかな。ストップ、自制心大事。シンウルトラマン。持っとった。あ、そうそう、なんか僕、武器使った覚えあるな、思って。あ、こんな風に強化されてたんね。はい。ありがとう。気づきをありがとう、ウルトラマン。じゃ、新ウルトラマン。はいはい。それでは、2回目ね。はい。押せてないね。はい。はいはいはい。これ、なんとも言えへんね。昔スタイルの、古風の。また来る。また。ちょっと、喉乾いてごめんなさい。ティガやんけ。ティガめちゃくちゃ好きなんですよ、僕。てか、ティガとコスモスしか知らないですけど。いや、でもティガの間、ダイナも知ってます。ダイナ、鶴野たけしさんが演じてらっしゃったんで、はい。初ゲットか。マジか。なんかティガ使ってみようかな。
そんなウルトラマンではパワータイプと、パワータイプがね、文字通りパワーにつながって、で、最初スカイタイプがね、本当に速さ重視あって、マルチタイプっていうのがあったんですけど、その変身前の。はい。それが、なんかパワーアップされたのが、このスタイルっていうか、なんというか、確かそうやった気がする。でも、火、水、光の落ち込み、でも操作時間も5秒延長してくれるし、ね。全部でも、まあ言うたら多色ですもんね。で、武器も光るやつ、はいはいはい。あ、無効化武器、結構僕大好物なんで、はい。なんか変なところで無効化して耐えるとか得意なんで、はい。いいですね、いいですね。もう一回、もう一回固まろうか。ちょっと、なんとか枠のね、ちょっとお得に購入したい。コスモス。T がコスモスときて、はい。ウルトラマンコスモスルナモードですね。これ確かルナモードが初掃除だったんかな。で、確かそれでコロナモードになって、これもなんかね、なんかあった気がするぞ、もう一個、携帯。確かね。忘れた。確かティガーみたいな感じなんですよ。なんかその、オールマイティな、その、やつがあったはずなんですよ。これ、クエストでめちゃくちゃ活躍したら、皆さん、ぜひ持ってらっしゃる方、僕スキル軽いんで、この上にヘイスト武器を乗せてあげて、ヘイストして、最初に使って、もろもろヘイストしていって、またさらに2ターンヘイストっていうのをして、あと全部威嚇とか、覚醒無効で使えるんで、昨今のダンジョンね、威嚇刺さるとこ多いんで、はい、こう一旦威嚇刺さるだけで全然違うんで、ぜひ使ってみてください。そうだ。3回目かな ?4 回目かな、ちょっと何回引いたか忘れた。こんだけ少ないのに。この瞬間を待っておりました。さあ行きましょう、ウルトラマンオーブ。ジャック。これ全然わからない。ジャックといえばね、僕ジャックスパローか、あれなんですよね。なんだっけ、すいません、あれ。お医者様、はい。後で調べておきます、はい。よし、はい、行こうって思った、はい。はい。おい、さすが医師の何個なだけあるね。コスモスちゃうわ。コスモスって言ったら、ティガのこんなタイプがあるはずなんです、言うた。火が来ましたね。はい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 。でも、スパークリング?スパークレンクスか。はい。武器もできるし、まあ、どっちも使えるということで、いいように考えたらね。はいはいはい。いいように考えたら、まあまあ使い分けできるということですね。はいはいはい。まあ、いいでしょう。操作時間10秒。水の3コンボ以上ダメージできない?そうなんや。これ固定1000万必要じゃない?ダンジョンやったら。リガチェンもありかもしれないですね。シールドとかなかったら。いや、でもあれか。サブでもありか。ワンチャン。覚醒無効状態だけなら。で、水ドロップロック。ちょっとなんかトリッキーな使い方ができそうなんで、ちょっとまた使い道がありそうということで、シンクロ覚醒は超無効。はい。それでは、ラストワンですね。はい。ここで出しましょう。見せましょう。ウルトラマンオーブの底力を。それだ。オブカモン。もうあとはこれもね、怖いです。はい、ガチャンとダイナー、かろうじて知ってるダイナーですよね。3体もおんの。3体目か。いや、めちゃめちゃ分岐するやん。ほんとミラクルタイプなんてあったっけ。僕多分ね、ダイナーで途中で見るのは終わったんですよね。はい。操作時間9秒固定はちょっと僕に関してはちょっと心もとない気もしますけど、これちょっと劣化とか裏劣化用の操作時間なんですけど、あ、でも一旦であれなのよ。自分と光属性攻撃力が3倍。あ、これいいっすね。これデバフね、結構来たりする。デバフ剣ね、裏千住とかもね、デバフがこまめに来たりとかしたんで、はい、昨今も多いんで、あ、良かったですね。よかったですねってさ、この前も引いてて気づけて。引いてへんのか、この前。前かもって、なんか。はい、それでは結果見ていきましょう。ね。まあ、1、2、3、4、5、6、7、7体中、4体ということで、はい。これどうしようかな。
どうしようかな、ちょっとね、ほんまオーブン欲しかったんですよね、僕。で、交換所が、イベントで、イベントちゃう、定番ちゃうね。定番じゃなくて、その季節の定番みたいな感じだけど、あ、これ交換できるのね。これでウルトラマンバッジ。ウルトラマンでちょっと固めることは、僕、この、めちゃくちゃ持っとんな、でも。ダークも欲しい、トリガーダークも欲しかったんやったら、ちょっと忘れた。あ、これを交換しようかな。これ交換して、なんかもらえるんですよね。なんか可愛らしいのが。なんかそれで。可愛い系、マスコット系可愛らしさも大好きなんで、はい。ちょっと交換していきたいなと思いますと。はい。それでは、今回のお相手は私、これあの、ちょっと動画の締め方を忘れましたね。はい。この辺でお開きにしたいと思います。見てくださいました。ありがとうございました。もしよろしければ動画の感想や、ウルトラマン、何が好きとか、このガチャね、最終日引く予定がね、今後のウルトラマンのガチャ引くスケジューリングなど、皆様の。なるかわからんけど、はい。教えてくださると嬉しいです。もしね、動画の感想もいただけると嬉しいです。はい。それでは、それ概要欄の、X や TikTok のアカウントをフォローしてくださると嬉しいです。それでは、ぜひね、e スポーツエントリーして、皆さんも一回ランキングダンジョン潜って、はい。挑戦してみてください。もう一回だけでいいです、もう。はい。僕を底上げしてください。はい。それではね、今回の相手は私、ゆうでございました。それじゃあねー。バイバイ。